こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日はですね、試練の塔をやっていこうと思います。で、もう11層はちょっとクリアしちゃったんで、12層からやっていきたいと思います。はい、12層からまあ15層まで、やっていこうかなと思ってます。はい。で、メンバーは、前回まであれかな、メリオダス使ってたんですけど、魔人族に対しての攻撃というかが、あれ何百パーだっけ、300パーぐらい上がっちゃうのかな。なんでちょっとやめといて、キングとフェスキンと、あとそうですね、エスカノール、エリザベスでちょっとやっていこうかなと思います。痛いね、エリザベス痛い、めっちゃ食らってる、もう半分ぐらい削られちゃいましたね。結構食らうな。で、まあ一応シールド貼っときます。はい、どうなんだろう、なんかやられそうだから、まあ左からやっていこうかなと思います。向かって左のね、このエリザベスをガンガンこうみんな攻撃してくるんで、ちょっとめんどくさいんで、まあ左からやっていこうかなと思ってはいるんですけど、必殺溜まっている。こいつなんだ、ちょっと強いぞ。まあやっていきますか。で、シールド貼って、で、キングの必殺貯めつつ、全体攻撃入れて、はい、左側削っていきますと。お！忍耐？マジか。右側のやつが忍耐。強い。やべえ、エリザベスが。しかも、必殺で傷つ入れられるんだ。まあ、ただターゲットがちょっと変わったんで、まあ良かったって感じっすね。で、とりあえず全体打って、右側も打ってかな。これで倒しきれるかな、どうだろう。覚悟しろ。キングの必殺をねじ込んでいく。 OK、 右側倒していく。左も、削りきれない。まあまあいい感じっすね。特殊戦技使わせられる。お、意外に、いや強えな俺。あれ強くね、大丈夫ですか、これ強いっすね。まあただね、こっち必殺溜まってるんで、まあ必殺入れて回復しつつ、まあ左側の敵を削っていきたいっすね。オッケー、ジジイ。意外に攻撃力強くてちょっとびっくりっていう感じです。まあただあともう真ん中のやつだけなんで、まあ余裕でしょうと。パンチしてパンチして、まあ、気絶入れてってって感じです、ね。まあ、気絶も効かないですけど。オッケー、ジジイ。キングが強いね。はい、という感じで12層クリアと。まあここら辺はそんな、まあ思ったよりちょっと強かったけど、攻撃が、相手のね攻撃がちょっと強かったんですけど、まあ大丈夫でしたね。で、まあこの調子で13層もいきたいと思います。まあ、とりあえず防御飯でも食っときゃいいか。ね。まあ飯は結構適当にやってますと。で、キメラ、まあ、2体だけなんで、まあ多分大丈夫じゃない？わかんないけど。どうなんだろう。初見なんでね。まあ、毎回初見なんですけど。大体。まあ、15層ぐらいからちょっとね、何回かもしかしたら失敗するかもしれないですけど、まあ大丈夫でしょうと。
まあ、全体攻撃入れてってパンチして、あーめっちゃ食らっている。これもう右削れるね。いけるね。ああ攻撃力も全然だね、姫だね。ああ全然食らわないわ。さっきの12層の方が強かったけど、まあいいでしょう。はいはい。諦めるのはまだ早いです。で右側削ってキーの、おお強い強い強い。まあこれで GG でしょう。クリアと。という感じで、まあサクサク13層もクリアと。勝者はすでに決まった。はいはいはい。いいね、いい流れですね。まあここら辺はちょっとね、サクサクいきたいですね。なんかいろいろイベントとか来てて、なんかね試練の塔やり忘れちゃうんですよね毎回ね。はいっていう感じで、まあサクサク進めていきたいと思います。14層ですね。14層はハウークです。まあデバフをこう結構ねじ込んでくる人たちだね。まあどうすかね、まあ、とりあえず様子見しますか。行きます。ああ結構削れるね。いいね。はいはいはい。うん、HP 減少がつくけど、まあまあまあいけるでしょう。うん、そうですね。でこれで右側も削りたいけど、削りきれるかな。あー微妙に残った。で左側削って、まあ両サイド、まあ、いい感じに削れてるんで、まあ、最後こう真ん中に必殺ぶち込めばいいのかな。どうだ、復活もしかしたらあるかも。はいはいはい。ああそういうことか、必殺ゲージも削ってくるんだ。なるほどね。まあ別に必殺打たなくても勝てるとは思うんで大丈夫でしょうと。はい、あこれでいい感じに削れるんじゃない。 OK、 両サイド削って真ん中復活あるかな、ワンちゃん。あ気絶、おおおお気絶食らいますね。真ん中は気絶食らいますね。いいね。じゃあもう余裕ですね。ういっと。で、特殊戦技復活使わせて、で最後必殺 GG ですね。 OKGGOKOK、 いいね、いい流れです。まあ、この調子でサクサク進んでいきたいと思います。はい、で15層やっていくんですけども、ちょっとメンバー構成変えていきたいと思います。まあゴンセル、エスカノール、キングでいきたいと思います。でまあ飯防御かな、はい、やっていこうと思いますと。これでいこうかな。はい、でまあ回復があるんで、まあ、回復が厄介なんだよな。ヘンリーか、ヘンドリクセンのね回復がほんと厄介、エンドレス回復してくるから。
これが厄介なんで、ここはねドレファスさんからちょっとやっていこうかなと思います。で攻撃封じが効くんでね、まあいいところで攻撃封じとか入れていきたいんですよね。まあちょっと右から行きたいと思います。ドレファス行きますね。まあ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 食らいますね。まあいい感じに食らっていく。やば、そうこの回復がうじゃいんです。でまあ必殺じゃねえや、攻撃封じ入れつつなんかな、どうしようかなって感じですね。攻撃封じ入れてかな。これでどうだ。よーし、いや回復うざいね。まあ入れてくんですけど、まあ、キングもね回復させたかったんで、まあ、ちょっとキングのパンチング入れてキングを回復させました。必殺2人とも溜まっておるんですと。これ耐えられんのかな、どうなんだろう。なんか耐えられそうになくね。まあ、一応攻撃封じねじ込みの、必殺来る、全体痛い、全体攻撃痛いで、これでああキングやられちゃう。強くね、強いんですけどと。まあ札がねエスカノール来てるんで、まあ、エスカノールでゴリゴリ削りたいっすね。ここはゴリゴリ削っていきたい。残るね。クーですね、回復される。まあただエスカノールで必殺溜まってるんで、まあ GG できるんじゃないですか。エスカノールの必殺をねじ込みの、これでドルファス倒していく。ラストはここのヘンディちゃんをねなんとか倒していきたいですね。気絶は食らわない。オッケー、これでね必殺ゲージ削りつつ、まあゴリゴリ削っていきたいですね。諦めるのはまだ早いです。オッケーオッケー、削っていくが回復量がえぐい。オッケー、うわ強いくね、ほい。いや回復め、回復うざ、回復うざ。インベージョンアロー、攻撃封じ入れつつゴリゴリ削っていきますと。いいね、ただこのターンで回復されちゃうんだよね。9万6000って回復しすぎやろ、マジ回復しすぎ。どうなってんすか。これでどうだ。オラオラオラ削っていく、オラオラオラです。いや回復しすぎだってめんどくさいな。もう必殺ねじ込みますと。でで、これで復活使わせつつ、諦めるのはまだ早いです。オッケー削っていく。わお、わお、いやー痛いね、痛くね痛いですね。
まあ攻撃封じ入れるか。入れて攻撃ねじ込んで。これでどうだ。OK、削ってく。必殺もう削りたいね。エスカノールでぶち込むの。必殺防ぎたい。こう入れて。OK、OK、削っていく。回復16万。回復の桁がちょっとえぐいんですけど、先生。先生、回復の桁がえぐいです。16万って。16万って。ひどくね？しかもまた6万。6万いや、何よこれ。もう終わんないじゃん。まあいいか。必殺ねじ込んでもジジイすればいいのか。ねえ。一つ入れて GG ですね。まあ、ここだって攻撃入れたってどうせね、これね、回復しちゃうんすよ。13万とか入れてるけど、ひどいよ、これ6万だよ、こう回復。いや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 、攻撃痛いし。まあでも必殺入れて GG っすね、もう。さすがにね。OK、41万入っていく。まあ、という感じで、15層もクリアと。まあ、ヘンディの回復量がやばいっていうことが分かりましたね。はい、という感じでですね、今回は11層から10、まあ、11層はもうクリアしてて、11層から15層まで、ちょっとやってみました。っていう感じで、今日はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。